えと今日はねちゃんと撮ってたつもりだったんですけど14日に上がる予定だったあのキスミフェルムのプルーフブライトルージュのレッド系のカラーのね あの、レビューの方が、なんかきちんと動画が上げられてなかったみたいで、いつも通りね、5時に上げるつもりだったんですけれども、まあ上がってなくて、撮影したデータとか探したんですけれども、毎回消すので、パソコンの容量が小さすぎて、毎回消しているので、ちょっとそれを復旧させようとして、いろいろ調べたんですけれども、まあちょっと有料のソフトを買わないと復旧できないっていうことで、ちょっと今回取り直してます。なので、レッド系の方紹介していきます。で、レッド系こういう感じでね、え、っと 5本ありますまず手の甲に塗っていってから今度唇にね1色ずつ塗っていってどういう色味なのかっていうのを紹介していきたいと思います。でこれ12日13日 にローズ系とかピンク系オレンジ系の動画を上げているので、まあ、気になる方はそちらの方を見ていただいたらと思うんですけれども結構発色が良くてで塗り心地も良くてですねあの保湿力もかなりある感じで結構私どの口紅,口紅を塗ってもかなり乾燥してきたりするんですけれども、まあ、これは今のところ大丈夫だったっ一日中塗っててもそんなに乾燥することもなくただまあこの動画を撮る時に何回も塗って剥がして 剥がすあの,のけてってやってたらさすがに擦れたりしてちょっと荒れたりはしたんですけどこの 1, 1本を1日使う分に関しては全然荒れたりしないぐらい保湿力は高いです。であの落ちにくさもあるのであんまり下地にねリップクリームベタベタに塗ってたらその油分で浮いちゃうので結構取れたりするんですけど、まあ、これ自体保湿力のあるリップになっているのでこれ1本で塗れば結構ねご飯食べたりジュース飲んだりしてもそんなに。 オチは気にならなならかかったかなと思いますはいじゃあそんな感じで簡単にねこちらの、えー、とキスミーフェルムプルーフブライトルージュの方をねあの紹介させていただいたので色味見ていきたいと思いますもうこのこののね動画撮るの実は3回目なんですよ色々失敗したりとかしてじゃあまずこの05番の方はもうザ赤って感じなんですよこんな感じもうほんまにテイラースイストがつけているような真っ赤化になっていますで次 12番なんですけどもこれはねもう茶色って感じでブルゾンチエミとか結構外国系のメイクをする時にはねこの色も全然ね使いやすい色かなって思います普段ねちょっと茶色のリップってってなったりすると思うんですけれども意外と口にのせてみるとそんなにね悪くなかったですじゃあ次13番ですねこれはラメとかの方が強くてあんまり発色のないリップですね こんな感じでねティントとかじゃないけど感じこのカラーの感じ的にはほんまになんかあのティントタイムティントタイプのキャンメイクのステイオンバームルージュみたいな感じの発色に見えると思いますじゃあ次14番これどんな色だったの朱色みたいな色だったんかな、まあまこんな感じなんですけれどもこういうねちょっと大人な大人しめの赤って感じですねあんまり。 一番上のほど赤くもなく、かといって茶色ほどでもなくって感じでね、ちょっとオレンジがかったような感じがするような気がします。まあ、秋とか猫、ね、の色全然使えると思います。じゃあ最後ね、15番。これまた茶色っぽいんですけど、これはね、最初の2番目の猫、ね、の茶色よりかは全然ましな感じで、ちょっと手のこめっちゃ毛が生えてるけど、見苦しかったらすみません。まあ、これはね、普段使い、どの季節でも使える色やと思います。夏でもね、全然。 ちょっと茶色やけど、肌色の濃い版みたいな、ベージュのちょっと濃いみたいな感じに見えます。ちょっと今日、肌汚くてすみません。あんまり化粧つもするつもりがなかったので、パウダーだけしか塗ってないです。はい。じゃあまずね、唇塗っていきたいと思います。色味を見てもらいたいので、今リップ塗ってるんで、ちょっとなしにして、で、まず一番最初の赤ですね。この真っ赤っかを塗っていきます。 はい、こんなな感じですす発色はかかりいいいと思いますちょっとね適当に塗ったんでバランスが悪いと思うんですけども、まあ、手の甲に塗るよりかもっと濃くつくような印象ですね。これが意外とティッシュオフしてもそんなにつかないっていうかこんな感じでちょっと薄くつくって感じなんですよね。取ってもそんなに 剥がれた感じもないですし馴染んでる感じでまあ今ちょっと塗りたてやけないんですけどもしばらくね時間が経てばねストローとかでジュース飲んだりしても全然つかなくなります今はねすぐ落としてるんで綺麗に取れるんですけどしばらく時間が経つとちょっと化粧落としでもね取れにくくなったりしますじゃあ次この茶色のね12番ですこの色ねほんまに茶色って感じだねちょっとはめ出したかなまあいっか、まあ、こんな感じで かななりダークな色ですね手の甲で見るよりもちょっと赤く発色するような感じです。でブルゾンチエミとかの化粧にも使えるんですけれどももちろんあのゴシック系のメイクの人にも全然使えるカラーやと思います。じゃあ次あまり色の発色の感じられなかった13番ですねこのラメっぽい感じのカラーを塗っていきます。この感じで 本当にほとんど発色を感じないどちらかというとちょっとピンクにも近いような発色になっているかと思います。でこれに関してはあんまり本当に繁殖がないのでティント結構濃いめのティントとか塗った上から塗るとか通訳も出ますしこんな感じで、ね、ちょっとねラメも入ってたりするので、まあ、ティントの上から塗ったりとか、まあ、薄化粧の人はこれだけを塗ったりとかいろんな楽しみ方ができる結構使いやすいと思います。 これもね、結構手の甲に塗るよりかは唇自体の色もありますので結構濃く発色します。じゃあ次14番ですね。このちょっとシュー色っぽい、あのオレンジっぽいから塗っていきます。こんなからですね。塗ってみるとこんな感じです。結構、なんて言うんだろう。三寒日に、三寒日来るお母さんが塗ってたみたいな色にって感じですねで。結構こういうなんかこう三寒日とか 運動会の時とかだけこういう化粧を吸ってくるお母さんっていうのがうちらの時代にはおったんですけどまあ最近はねもうお母さんっていう年代の人も若くなってきてるのでこんなに濃いリップつける人めったにいないと思うんですけれどもまあ昭和のだいぶ昔生まれのお母さんだったらもしかしたら張り切ってあの 気合を入れたい時はこういうカラーの口紅を塗ってるんじゃないかなって思いますまあ悪くはないですよね全然日本人ってもともと昔からねあのこういう口の紅を塗っていたと思うんですよなんかシュー色みたいななんでこういう色は全然ね日本人の顔には馴染むようなカラーになっていると思いますじゃあ最後ですね十五番結構使いやすそうって言っていた色ですねを塗っていきたいと思いますはいこんな感じ色ですまあ塗っ 塗っ,てるの早塗ってる場面早送りしてるのであれなんですけどもあんまり手の甲に塗るよりもどれも結構濃い発色でこの最後の15番に関しては結構ねシマーな全然入ってないけどもこう光り方的にゴールドっぽい光り方を若干してくれる。 感じがしますこれはねちょっとおしゃれで春とか秋とかに使ったら結構おしゃれに見えるんじゃないかなと思うもちろんちょっとあの朱色っぽくてオレンジがかかっているので夏にも全然使えるカラーやと思いますしオールマイティ年柄年中使えるような使いやすい赤になっているかと思いますはいじゃあねこんな感じで5本のねレッド系のリップ紹介させていただきました本当にねあのうれしげにね毎日あの3日連続で これリップの紹介するよって言っといてね最後の最後で全然投稿できてなくてしかもあのちょうどねその時期ね今週は頭からずっと旅行に行ってたんですよなのであの再アップとかあの撮り直しとかをする時間がなかなかなくてですねちょっとこの週末になってしまったんですけれどもまあ,あのもし楽しみにしていて。 くださっていた方がいたら本当すみません。まあ、この動画をね、楽しんでくださればと思います。はい。それではね、今回の動画が面白かった、参考になったと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。また、えっと、質問とかリクエストとか、いつでも受け付けていますので、気にな、何か気になることがあった方は、ぜひコメント欄にね、書いてくださればと思います。で、あの、交流の場として、ツイッターとかインスタグラムを あのやっていますので気になる方は概要欄からあのねリンク飛んでぜひフォローしていただければなと思いますたまに昼間にねツイキャスしたりとかあとななっていうアプリがあるじゃないですか歌う歌うやつあれでねちょっとあの最近たまに歌ったりしていることもあるのでもしなのアプリをやっている方がいればねあの私のおちり社長社長おちりかなあちは まあそんな感じで検索していただくとユーザーでね私出てくるかと思いますのでまあ気,になかった気になった方はぜひそんなこともねやってみてください。いそれでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。